安心に会いたいならチャンスは一年に一度きりだぞ。銀融野郎が教えてくれなかったら今年の七星厳選儀式は見逃すところだったな。銀融野郎が開催を教えてくれたから気づけたんだ。そんなオイラが場所まで知ってるわけないだろう。せっかくリーユエに来たんだからここの人たちに聞いてみよう。あ、そうだ、眼神モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで眼神の名をそのまま呼んだらすぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーユエの人たちと同じように眼王帝君って呼ぶようにしとけ。陸上ならその足はただの飾りにはならない。ここにテイワット観光ガイドのリーユエ編がないか聞いてみよう。あの本いろいろと面白いからな。七星厳選儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。岩王帝君が毎年神託を下し、この先一年のリーユエの経営方針を導いてくださるの。去年神託を迎えたのは確かリーユエ七星の幽編。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるようにリーユエは契約の国で商業と貿易を大切にしてるんだ。七つの勢力を代表する七人の商人、リーユエ七星がこの国の実質的な管理者だぞ。あら、他国の人はいつもそう言うのよね。私たちにとってリーユエの真の管理者はずっと岩王帝君よ。七星は人間、帝君は神様。モンドには自由の神様がいないけど、私たちのところは違う。ちゃんと神様が存在するの。口で説明するのも難しいわね。あなたたちもリーユエ校にいればおのずと分かってくるはずよ。神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。やあ君たち、七星厳選儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに私は一度も見に行ったことないよ。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。リーユエへようこそ。君たちも七星厳選儀式を見たいのかい？私もさ、ここの誰もが見たがる儀式だからね。商人としてリーユエの最も重要な祭事に関心を持たないわけにはいかない。昨年の神託にあった17のお言葉は市場に大きな影響を与えたんだよ。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。かなり専門的な話だな。神託と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つさ。岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の新宅を1秒でも早く知れれば他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。儲ける？どこに行けば厳選儀式が見れるんだ？そうだな、ここからだと距離があるし細かな道の名前を言ってもきっと覚えられないと思う。とりあえず玉境内へ行きな。高いところを目指すといい。そこはこの港で最も高い場所にある。
ほら、高いってだけで神と対話するにはうってつけの場所な気がするだろ。私の旦那もゲーセン儀式に参加しに行ったわ。歴史の証人になるとか言ってたわね。ただ見物したいだけじゃない。また私に見せ番をさせるなんて。これはリーゆえの一大イベントだよ。玉境内の方に行かないのかい？今年は小売業を続けるべきかどうか、ゲーセン儀式の情報があれば判断できるが。君も戦機に触れに来たのかい？あはっ、お嬢さん分かっとるね。この日に願い事をすると帝君と仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもうお願いが済んだから、ここは君に譲ろう。ありがとう。初めてかい？実は私も初めて七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーウェ七星の天柱行幸様だよ。リーウェを管理する者にゲーセン儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい？リーウェの仙人たちの多くは獣の形をしていてね、元王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟半分竜の姿を見せるらしい。ああ、願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。どれくらい必要なんだろうな。前に行こう。
時は満ちた。ついてきて。と呼んでくれていいよ。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか？そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。例えば、君たちはモンドで宿女に会ったね。宿女、講師、お前ファデュイの執行官か？はあ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、
あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。あのさ、一応俺もファデュイの執行官だよ。話くらいは聞いてほしいかな。俺は悪いやつじゃな、いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない？サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には帰宅に銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。帰宅に銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。リーウェはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと霧原の西に石林がある絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そして君たちは真相のため。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？元神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応七星らしくない。おそらくもしくは別の何かを隠すためかもしれない。詳細は俺にもわからない。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェは元神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ
絶運の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。何者だ？なぜ勝手に絶運の間に入った？近畿滅却の札。これは久しぶりに見たな。属性の人の手にまだ残っておったが。我は三眼五剣仙人。昨月蓄養神君だ。旅人よ、なぜこの地を訪れた？実は犯人がいたぞ！こんなところまで逃げていたとは。隊長、これ以上絶運の間には入れませんよ。仕方ないだろ。犯人を捕らえるのが最優先だ。想像しい。彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。震えよ。落ちて。岩の重さは安心できます。光線よっ、チリとなれ。言語道断、実に嘆かわしい。リーユエ七世、失望したぞ。ゲイセン儀式の途中でテイ君が暗殺された上に、テイ君が暗殺された後、
儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。旅人よ、汝が濡れ衣を着せられていることは理解した。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。その禁忌滅却の札を持って我の言葉を伝えに行くとよい。李水定山神君、龍雲釈風神君、この二人はここにおるが、会えるかどうかは絵にし次第だ。流れに身を任せるとよい。それともう一人、高魔大勢の御法夜叉がおる。かの者には防除旅館に行けば会えるだろう。仙人様、お助けください。お願いします。俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どうかどうか。お前は誰だ、どこから。こっちが聞いてるのに。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど、あなたはきっと仙人の使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。ちょっとこの人何言ってるか分かんない。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから五郎山の琥珀に宝があるって話を聞いて魔が差してしまった。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われてしまったんだ。もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいがどうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いや、いやいや、違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。李唐が閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。うわ、役になりきってる。しかも随分と仙人の使いっぽいな。仙人の使いをお願いだ。俺の兄弟を助けてくれ。だがこの山のどの琥珀に閉じ込められているのかは俺にもわからないんだ。俺らは山道に沿って進んでいた。だからその琥珀もきっと山道のそばにあると思う。仙人の使いを、慈悲を、お助けください。確か李唐はこの五郎山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。山道に沿って登ったらしいから、オイラたちは山道に沿って下へ行こう。
周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。俺は一体あなたたちが俺を助け出してくれたのか。感謝する。そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前はリチョ、俺と一緒にこの山に来たんだが、まさか兄弟も俺のように琥珀に食われたんじゃ。山頂にいるってことは無事なのか。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないとな。ありがとう、俺の兄弟を助けてくれて。ん？ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。でも俺らみたいな凡人が仙人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ尊き仙人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう。おいらたち本当に仙人の使いだったらいいな。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でもおいらたちは悪いことしてないよな。山門を荒らし俗人を逃がしたか。我が戒めをその身に受けよ。古老山に侵入し山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた俗人を勝手に逃がすとは。あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だがお前たちがやってきたことは無礼千万。ひゃー、オイラたちにもちゃんと理由があったんだ。昨月畜養神君は人間に言づけを頼んだ、だと？おお、これは禁忌滅却の札か？まだ世に残っていたとは。昔、帝君がこの診察を作り、人間に授けた。もともと数が少なく、千年を経た今では、もうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。リーユエ公は手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。帝君が暗殺されただと？しかも芸仙儀式の最中に。リーユエの、いやこの世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。我らは帝君の律令に従いリーユエを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。これは人間を思ってのことであったのに。だが今
帝君は、帝君は、旅人よ、話は分かった。昨月蓄養神君が招聘した理由も分かった。この山の雑事を処理したら、他の仙人たちに会いに行こう。知ってるぞ。あれは仙人の戦力だろ。小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。名を登山葵という。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され、侵入者を閉じ込める仕組みになっている。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。だがたまに珍妙なものを閉じ込めることがあるが。じゃあこの琥珀って生きてるのか？その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それとここを帝君が借りた。帝君ってもしかして岩王帝君のことか？紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことは、ここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら、仙人の好物を作ればあの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。そうだ、仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか？Thank you.
おとなしくしやがれ。落ちて。したみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか。使い残しの食材がある。金魚草、蓮の花托、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。した人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に几帳面だな。してたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か。肉類と小麦粉を使う料理か。あれ、なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか？
恒例。よっ、こいつはどうだ。外金はまた別料金だ。近畿滅却の札の匂いがする。君たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。よっ、頼んだわよ。綺麗にしませんと。はっ、たっ、もうええよ。あ、急ごう。いや、行くぞ。くらえ。やっ、せ、えっ、ん、落ちて。あっちを見てみろ。装置が動いたぞ。なるほど、このスイッチはこういう使い方をするのか。ほれ、任せてください。やっ、Thank you.
わらわの戦況を通過するとは大したものだ。
わらわは龍雲尺風神君。君たち何しにここへ来た？当たり前だ。わらわの仕掛けの術はたとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか？しかも大量の仕掛け付きで。まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに？伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。君たちがその禁忌滅却の札を持ってここにやってきたからな。まあよい。君たち用事は何だ？手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が、帝君が暗殺された？だと？なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した？このような荒唐無稽な話到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か？二度と同じ過ちが起こらぬよう雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。そうだ。だが今帝君が暗殺されリーウェコーも危うい状況だ。早々に鎮圧しなければ災難が蔓延する恐れがある。わらわは人の苦しみなど見たくない。だからこそこのような時には非常な手段を取らざるを得ないのだ。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコーを鎮圧する気だ。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろう。なあ、鎮圧とかじゃなくてリーウェコーを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか？契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だが君たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。その上、君たちは禁忌滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時、戦力を注ぎ込み、人間へと与えたが、今、その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。もういい、速やかに去るがよい。
本当にいるのか？探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。はあ、どうすれば仙人と話ができるか旅館の女将に聞いてみるか。あら、もう潮様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。女将は物知りだな。女将じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って潮様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は翔様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？あまりミスが出ない料理だな。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。むいむい、ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。ああ、なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ。今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。
と？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。原因か。いや実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。特に何も。見たんだな、やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。どうする。仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか。そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーユエで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。それを見てきなさい。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。ちょ、
気をつけます。きれいにしませんと。チリとなれ。下がれよ、トンフォーレ。任せてください。しないとお化けと約束した。すごいじゃないか。この現象を感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。よーし。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに、これまでのこと全部話してやれ。元王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、帝君がいないリーウェなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢は
この事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、龍雲の三人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は、己に課された責任から逃れはしない。我には、俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は、契約の神だからな。待ってくれ！最後に、もう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ？なあ、メイちゃんって、一体、何者なんだ？妖魔退治をするとき、稀に、人に悪意を持たないが、成仏できない霊に遭遇することがある。だから、オーナーと支配人に、しばらく世話するよう頼んでいたんだ。防除旅館が面倒を見てるのか？この旅館のサービス範囲広すぎだろう。やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな？なるほど。昨月蓄養神君、李水定山神君、龍雲釈風神君、高魔大聖。うん、ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対して、リーユエ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り、先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしている。けど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーユエの通説では、元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。すべての三元五賢仙人は、過去にリーユエを守る契約を結んでいるんだよ。そうか。道理でリーユエのことになると、すぐに動いたんだな。その通り。彼らには責任も、その資格もある。もしリーユエを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。あ、そうだよ！オイラたちはあの神に会いに来たんだった！もしリーユエ七星が先祖の亡骸を隠してて、誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。ん？七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。いいとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ？でも今回に限っては君を助けることができるよ。え？本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ、面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど、最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために、俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。